ブラバム BT11 は、ブラバムが開発したフォーミュラワンカー。デザイナーは、ロン・トーラノク。1964年から1968年まで、使用された。主にプライベーターによって使用されたが、1964年と1965年は、ワークスチームでも使用された。BT11 は、合計8度の表彰台を獲得した。 最高位は1965年アメリカグランプリとメキシコグランプリでダンガーニーが2000連続で2位を記録した。1970年の世界チャンピオンであるヨッヘン・リントがグランプリデビューしたのは BT11 によるものであった。ジョン・テイラーは1965年ドイツグランプリでジャッキー・イクスのマトラと接触事故を起こして重度の火傷を負い4週間後に死亡した。 e t 1 1はオフシーズンのタスマンシリーズでも使用された。1各戦とも乾燥車上位6名に9から6から、4から3から2から1ポイントが与えられたが、各チームの上位の車のみに与えられた。各ラウンドで、各、シャシーメーカーとエンジンメーカーの組み合わせから最上位に入った車のみがポイントを獲得する資格があった。すべてのラウンドが選手権ランキングにカウントされるわけではない。 カッコのない数字が選手権の有効ポイント。カッコ内の数字は総獲得ポイント。2964年に BT11 が獲得したのは5ポイント。残りの25ポイントは BT7 が獲得した。3968年のすべてのポイントが BT20、BT24、BT26 によって獲得された。ありがとうございます。